広報だわらこの時間は一月十日から開催されています北条五代かけるアニメ声優デジタルスタンプラリー開催のお知らせをお送りいたしますお話を伺いしますのは小田原市観光課の宇佐美さんですよろしくお願い致しますよろしくお願いしますさあ早速なんですけれどもこのタイトルから気になりますよね、はい、このスタンプラリーというのはどういったものなんでしょうかあはい、えー、小田原城の、えー、歴代城主である北条五代 とえー、人気アニメ声優がコラボレーションしたデジタルスタンプラリーになりまして「えーまあ、北条五代×アニメ声優デジタルスタンプラリー」ということで、えー、市内観光スポットに掲示している二次元コードをスマートフォンで読み取ると、えー、北条五代のデジタルスタンプの獲得と同時にですね、えー、今回のためだけに収録した、えー、人気アニメ声優が担当する北条五代の各部署の名言<ー>、えー、格言が聞けてですねそのスタンプ数に応じて、えー、プレゼントが抽選などでもらえます。 今回のためだけに収録をしているわけですね。すはい、小田原のためだけに、ね。はい、はい、そしてスタンプももう今やデジタルなんですね。そうです。はい。<laughs> あのこちら実施期間はいつなんでしょうか。はい、えー。1月の10日水曜日から、はいえー、3月の10日日曜日までの約2ヶ月間となります。それでは参加方法を教えてください。はい。 えー、まず市のホームページ、えー、またはご自身のスマートフォンで「えー、フラリーというデジタルスタンプラリーのアプリをダウンロードしていただき、えー、基本情報を登録後アプリ内で「包丁五代」と検索してください、はいえー、そうすると「えー、北条五代るアニメ声優デジタルスタンプラリー」が出てきますので、えー、そこで「参加」を押していただくだけで参加できます、はい その後はですね各スポットに行っていただいてアプリ内から QR スキャンをタップしてカメラを起動して二次元コードを読み込むとスタンプゲットとなります、うん、はいなおですねこのスタンプラリーの参加費およびフラリンのダウンロードは無料になりますのでお気軽にご参加していただくことができますこのためだけに収録に参加してくださったというアニメ声優の皆さんねどんな方が 参加されているんでしょうか、はい、皆さん気になりますよねはい,はい、えー。まず初代の宝城ソーンとしてですねとねけん太郎さんとね、うんえー、さんはですねバクマンですとかうん、うん、あのイングレスザアニメーションなどで活躍されている声優さんですはい、はい、で二代目の宝城売り綱として、えー、松岡良嗣さんですで松岡さんは、えー、ソードアートオンラインのキリトですとかあと鬼滅の刃の橋平井之助などが代表作であります、うん、はい。 はい、で3代目の北条氏康として、えー、佐藤源さんです、えー、佐藤さんは、えー、天国大魔教の丸役などで活躍されてます、うんはい、で4代目の北条氏政として大塚武夫さんです、うんえー、大塚さんは、えー、推しの子の悪役などで活躍されています、はいはい、で5代目の北条氏直として天崎康平さんです、はい、天崎さんは、えー「僕のヒーローアカデミア」や「ヒプノシスマイク」などで活躍されている方になります、うん そうそうたるメンバー、はい、かなり豪華だと思いますねそうですねはい、はい、そしてスタンプスポットで各部署の名言や格言を聞くことができるということなんですけれども、はい、どのような格言を聞くことができるんでしょうかはい、えー、まずスタンプスポットは全部で十0箇所になるんですが、えー、まずそのスポットを担当している部署の格言名言、えー、そしてその後にその言葉の意味が聞けます<ー>はい で聞ける名言格言の内容は、まあ、ちょっと聞いてみてのお楽しみということで楽しみにしていただきたいんですがその格言とかの選定にはですねあの市の学芸員さんと相談して決めたので、えー、ちょっと楽しみながら。 五、えー、代のことも知れるという,、はい、いうところがちょっと面白いところかなと思ってまして聞いていただくとあの名言って実はこの人の言葉だったんだ、うん、みたいな発見もあるかと思うので勉強になるかなと思ってます、はい、こちらも楽しみですね、はい、えそしてスタンプに応じてプレゼントをいただけるということなんですけれども、はい、どののようなものがえるんですか、はいえー、とまず5スポット以上で、えー、先着600名様にオリジナルステッカーをプレゼントします そしてここからはちょっと抽選となってしまうんですけど、はいえー、5スポット以上の方で抽選で20名様に、えー、オリジナルタオル、はい、で8スポット以上、えー、回られた方については、えー、今回参加していた声優陣の5名の寄せ書きの色紙 サイン色紙ですね、はい、を5名様にプレゼントしますおすごいですね、えー、はいどれも今回のスタンプラリーオリジナルものになるんですけどもうん、うん、特にですねさ最後にご紹介した、えー、参加声優陣の5名が揃ったサイン色紙、うん、これはかなり魅力的なんじゃないかなというふうに思ってます、うん、ねこの5人の方が揃うのはこのイベントだからこそになりますからねすはいまさにそうですはい、はい、ぜひねたくさんスタンプを集めて応募いただけるといいですねはい、はい えー、それでは改めまして番組をご覧の皆様にメッセージがあればお願いいたします、はいえー、先ほどもお伝えしましたが、えー、今回のスタンプラリーの北条五代の武将の声は、えー、今回だけの、えー、限定の、えー、ボイスになります、えー、収録の際に実際私も立ち会ってきたんですが、えー、どの声優さんの声もカウント各武将のイメージに合ってて私実は収録の際に鳥肌がたきっぱなしでした、うんはい はい、なのでぜひ皆さんその声にね、えー、期待していただければなと思っております、はいえー、またですね最近推し活という言葉よく聞くかと思うんですけど、えー、このスタンプラリーまさに推し活声優さんですね推し活をしながら、えー、楽しく小田原観光が楽しめるというものになってます、えー、もちろん今言った声優さんの推しでもいいですし、はい、あの今ですねあの推しってすごく広がっていて 歴史好きな方は武将の押し活としてご参加していただくのも楽しいかななんて思っておりますはい、ぜひ多くの方にご参加していただいてお楽しみいただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします、はい、広報田原この時間は現代開催中のイベント北条五代かけるアニメ声優デジタルスタンプラリーについてお知らせいたしました宇佐美さんありがとうございます。ありがとうございました 広報田原この時間は伊豆湘南道路の実現に向けてお話を伺いします建設政策課の小松さんですよろしくお願いいたしますさてまあ今回ご紹介します今現在ね構想が練られている伊豆湘南道路これはどのような道路なんでしょうか、えー、神奈川県小田原市と、えー、静岡県の沼津市を<ん>、えー、箱根の南回りでつなぐ道路計画となっておりますはい。 今ね、うん、あの神奈川と静岡を結ぶ道路と言いますと海岸線の国道135号えそして箱根越えの国道1号などがあるわけなんですけれどもなぜこの伊豆湘南道路が新たに必要なんでしょうか、えっと、海岸線の国道号 とえっと、箱根越えの国道1号は共に弱いい道路環境となっています、うん、海岸線の国道135号は慢性的な渋滞に悩まされ、はい、さらにあの高潮高波等の自然災害にも弱く、うん、実際にその平成30年の台風による高波で患者を搬送中の救急車が大破してしまいました。はい 一方箱根越えの国道1号なんですけれどもこちら積雪によるあの事故等の危険があります,す、ねうん、これら2つの道路に、えー、共通して言えることとしてはあの崖の際にあの道路があるので、えー、常に崖崩れのリスクを抱えており、うんまあ、交通寸断が生じやすいことです、はいまあ、このようなことから災害時に強く迂回可能な新たな道路が、えー、必要です 伊豆湘南道路はこれら課題を打開する第三の透明といえる重要な道路になると考えています、うん、あの今お話にありました、はい、第三の透明ですねこれはこう具体的にはどのような意味になるんでしょうか。 伊豆湘南道路が実現すれば小田原厚木道路や西湘バイパスを経由して東名新東名京王道伊豆縦貫自動車道へもアクセスできるので、まあ、小田原と沼津を結ぶだけではなくて首都圏と中部圏を つななぐ超域的な東西地域が誕生することになります、うん、これはあの東名新東名という日本の道路交通の大動脈を保管する第三の東名ともいえる非常に重要な道路になると考えています、はい、あのこの伊豆湘南道路が実現した際ですねどのような効果があるのか教えてください。はい 効果についてはあの災害時に代わりとなる道路としての、うん、防災面での役割,役割はもとより広域的につながり利便性が向上することであの観光と医療あと教育物流などでさまざまな分野で期待されますはいそれではです、ね、この伊豆湘南道路の実現に向けた取り組みを教えてくださいと高層ルート上の,あの小田原真鶴湯河原熱海 南三島長泉沼津の4市4町と各商工会議所商工会で構成する伊豆湘南道路建設促進規制同盟会で、うん、年に3回国土交通省や財務省の方に要望活動を実施しています、はい、さらにですねこの2月には伊豆湘南道路の効果を知っていただくとと,ともに実現に向けて盛り上げるために シンポジウムを開催しますはいえそれではそのシンポジウムの詳細を教えてください、えー、日時はあの令和6年の2月10日のえ土曜日え13時30分から16時30分まで会場は小田原さんの丸ホールの大ホールですで参加費は無料で、えー、湘南出身で基調予報士の,あの石原良純さんをあの総合司会にお招きし、えー、基調講演 パネルディスカッションを行いますえまたあの開催記念イベントとして小田原北条大鼓とあと中学生で構成する小田原ジュニアバンドによる「伊豆と湘南」にちなんだ曲を演奏していただきますえさらにあの「万葉クラブ」さんのご声により来場者全員に「万葉クラブ」グループ共通入館半額券をプレゼントします、はい それではこのシンポジウムへの申し込み方法を教えてください事前申し込み制でただいま受付中です電話申し込みかまたはチラシやポスターの二次検コードから申し込みができます申し込みの締め切り日は2月2日の午後5時15分までとしておりますなお締め切り前であってもあの定員達し次第締め切らせていただきます、はい <coughs> えー、それでは最後にですね市民の皆さんに向けまして改めて伊豆湘南道路の PR がありましたらお願いします、はいえー、現在伊豆湘南道路は、えー、神奈川と静岡の、えー、両県が外略ルートの検討を進めているところであり、まあ、実現に向けてしっかりと前進しています、まあ、災害に強い小田原のためには、えー、この伊豆湘南道路が重要な道路の一つとなります 先ほどご紹介しましたが2月10日土曜日に石原良純さんを総合司会でお招きし小田原さんの丸ホールで伊豆湘南道路シンポジウムを開催しますのでぜひテレビをご覧の皆様もご来場いただけたら幸いです最後になりますが伊豆湘南道路は私たちだけでは決して実現できるものではございません皆様の応援が本当に力となりますのでどうぞよろしくお願いします 広報田原、この時間は伊豆湘南道路の実現に向けてお話を伺いしました。小松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。